どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんはお風呂好き？割と好き。最近はやってないけど、前はお風呂で本を読むのが好きだった。本がお風呂の湯気でシワシワになっちゃうやつやな。私、最近は紙の本ってほとんど買わないようにしてるんだよね。なんで？場所の問題が一番かな。私、本の虫だからバカスコ本を買っちゃうんだけど、そうなるとお部屋が本だらけになる。ああ、お部屋が本で埋まっちゃうんやな。その点、電子書籍なら全部タブレットの中にしまえちゃう。デジタルの特権やな。しかもアマゾンさんならワンクリックで買えちゃう。その結果、毎月の本代がとんでもないことになっとるんやろ。怖いよね、ワンクリック詐欺だよ。詐欺やあらへん、リュウさんがポチっとるだけや。そんなわけで今日のレビューはこちら、テルマエロマエだよ。あ、これって実写映画にもなっとったやつよな。うん、その映画の公開前にこの作品が制作されたんだ。2022年にはネットフリックスで改めてアニメ化もされてるんだけど、この作品は2012年に全5話で放送されたんだ。全5話ってめっちゃ短いですね。1話10分くらいだし、制作も DLE だし、予算も少なかったんだろうね。DLE って、鷹の爪のあの会社ですか？うん、いわゆるフラッシュアニメと呼ばれるものなんだ。基本的に止め、絵で申し訳ない程度にキャラの口が動くくらいで、アニメーションとしての面白みは薄い。フラッシュアニメって久しぶりに聞いた気がするわ。作画枚数自体は少ないし、アニメーションという媒体としての面白さは薄いんだけど、一枚一枚の絵自体はしっかりと描かれていて、主人公であるルシウスのキャラデザもしっかりしてるんだ。実写やと阿部寛さんがやっとったな。もともと内容的に動きが少ないからこそフラッシュアニメでも問題ないんだ。戦闘シーンがあるわけでもないし、高度な会話劇があるわけでもない。この作品はおそらくは世界初のフロアニメなんだ。フロアニメ？主人公であるルシウスは古代ローマの風呂専門の建築技師なんだ。そんな彼が風呂場で溺れた瞬間に現代の日本の銭湯へタイムスリップしてしまうところから物語が始まる。なろうもびっくりやな。この作品はやや出落ち感があるのは否めないんだ。古代ローマ人が現代の日本の銭湯、風呂、温泉に来たらどうなるのか、そんなネタを膨らませてる。おお、なんか面白そうやん。ルシウスは日本の風呂文化に感銘を受けるんだ。何気ない装飾、何気ない備品や扇風機、私たちにとっては当たり前の日本の風呂にあるものや風呂そのものに衝撃を受ける。そんなルシウスのリアクションがギャグにもなってるんだ。リアクション芸な。日本の銭湯でフルーツ牛乳を飲み、温泉卵で感動し、温泉地のラーメンでは泣いてしまう。あれ、風呂アニメのはずやのに食べ物のことばっかり泣きが。なぜタイムスリップしてしまうのか、彼にも視聴者にもわからない。だけど職人であるがゆえに自分の経験した全てを自分の仕事に取り込んでいくんだ。現代日本の知識で古代ローマで風呂無双ってことですか？基本的には単純なストーリー展開で同じことの繰り返しなんだ。現代日本の風呂知識を使ってどんどんといろいろなものを作り出世していくルシウス。なら OK みたいやな。だけど彼の仕事はあくまでも日本の風呂が元ネタで、彼自身の力量ではないんだ。それを彼自身も分かっていて、分かっているからこその焦燥感や現代日本への嫉妬のようなものすらある。パクリって分かってるからこそやな。本来の自分の力量以上の仕事がどんどんと舞い込んでくる。そんな中で必死に現代日本の技術を古代ローマで再現しようとするルシウスにどこか愛くるしさすら感じてしまうんだ。技術の再現は簡単じゃないもんな。だけど物語的には前後話しかないし、1話10分くらいで終わっちゃってるから、俺たちの風呂はこれ体で終わっちゃってる。なんやろ、肩までしっかりと疲れへん感じやな。短編のフラッシュアニメとしてはよくできてるんだ。テンポよく進むストーリーでこの作品の魅力を出してはいるんだけど、同時に物足りなさもすごく感じる。あくまで実写映画の宣伝も兼ねてのアニメ化なんやろうな。 DLE 制作のアニメだからこそなんだけど、声優さんは鷹の爪でおなじみのフログマンさんだし、鷹の爪で出てくるようなキャラも出てくるし、本来のテルマエロマエの世界観とは違う世界観のキャラがさりげなく出ちゃってるのはモヤモヤする部分なんだよね。オリジナルアニメでやるならともかく、原作のある作品でやることやないってことですか？うん、私がこの作品も原作を読んでたから余計にそう感じちゃった部分もあるんだけど、 DLE 集が強すぎるんだよね。 DLE 制作やからそれが正解なのかもしれへんけどな。中途半端なアニメ化で当時はモヤモヤしてたんだけど、2022年ようやくネットフリックスできちんとした形でのアニメ化されたんだ。おお、そっちに期待って感じやな。この作品はお風呂で言えばぬるいお風呂で温泉にバブ入れちゃったような作品だったけど、ネットフリックス版は原作の魅力と面白さをきちんと感じられるような作品であることを期待したいね。ほなまた次回。じゃん。